ちゃんとしろよ、本番明日だぞ。うどんにしよっか。おう、じゃあ手伝ってよ。明日の舞踏会の衣装いくつか選んどいてくんな。おう、変なのだったらぶっ飛ばすよ。俺のセンスなめんね。超不安。だいたいおめえにセンスとか言われたくねえっつうの。もともとダッサダサのメガネ丼だったくせにや。うさいな。制服の下にジャージ履いて工事うどんこまみれだよ。ひどかったなあれ。怒んなよ、冗談だろ。怒ってないよ、ただなんか懐かしい気がしただけ。もともとそうだったんだなと思ってさ。私が本郷家の人間じゃなかったら今頃どうしてたかな。夏美んちで暮らして